ではラストになります。GHQ の政策として、ラストの項目になるわけなんですけれども、GHQ は新しい民法というのを作り上げます。いいですか？新しい民法を作り上げます。新しい民法ではどういうふうな形になってますかっていうことになるんですが、結婚で思うとわかりやすいかな。結婚で考えるとわかりやすいんですが、まあ今でもその傾向は強いです。はい。結婚って基本的に家と家が結びつくという考え方のもとになっているのは実は日本なんです。他のね、フランスとかだった場合に関しては、あんまりその家のことごちゃごちゃ言わないんですよ。家のことごちゃごちゃ言わないんですよ。日本はね、結構この家と家との関係性っていうのを非常に重要視するという形になります。という形になります。はい。まあ、なので日本の結婚、日本人が結婚する場合に関しては、その要するに親とか、その祖父母とかに関して必ず挨拶をするというふうな形をとっているのは日本なんですけれども、ここがポイントになるんですね。で、まあその名残っていうか、まあ伝統って言っていいのか文化って言っていいのかよくわかんないんですけど、まあそういう感じになるんですよ。で、昔の民法って何かっていうと、個人単位ではなくて全部家単位なんですよ、考え方が。で、今でもそうなんですけど、今でもそういうふうな感じなんですけど、家族会議とかいろいろやるじゃないですか。っていう風な感じで、この家単位で全部の法律が決まってます。民法自体がそうです。民法自体もそうです。はい。で、家という単位で構成されていますよという形になるんですが、これを個人単位で考えましょうねっていう風な感じで、民法というのがなりましたよという風な形になります。はい。という風な形になりますね。だから、家単位の考え方から個人単位の考え方に、民法をやりましょうねという形で、まあ、新しい民法をしたんですが、まあ、はっきり言うと、あんまり日本には馴染まないのかなという気もしますね。正直な話だと。微妙なところなんですよね。やっぱりなんだかんと言ってみんな家単位で考えますからね。なんだかんと言って家単位で考えますから、結婚でもそうでしょ。必ずなんか家柄とかなんか、家柄は言わないですけど、なんか、親同士の、なんていうんですか？考え方が合うかどうかとか、親同士が反りが合わないとかで、結婚が破談になるとかいうケース結構あると思うんですよね。で、その、親が見て、その結婚相手が気に入らないとか、そういうふうなケースって結構あったりして、それ以外にもやっぱりその、何でもそうなんですけど、家っていう単位を1単位ごとにやるっていうケースっていうのは、まあ今でもあるんですよ。いろんなものが。っていうふうな形になるから、まあ、その、なかなか全部個人主義で全部やれっていう風にやるのは、ちょっと難しいのかな、という風な形にはなります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。